これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。何これ？怪盗、人類が建造した遊具、レール上を高速で移動しスリルを体感するもの、絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B、 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B もどうですか？何？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。こんな形の機械生命体、記録にありません。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は私は難しくない。アンドロイドの死体。アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。
敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。助けてくれてありがとう。ああ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです。回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう。ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。